ボイシ空港は、アメリカ合衆国アイダホ州南西部、エーダ郡にある空港を、同州の州都、最大都市ボイシのダウンタウンから南へ、約5キロメートルに立地し、ボイシ市とその都市圏をカバーしている。ボイシエアターミナル、ゴーエンフィールドとも呼ばれる。ボイシ空港は、ホライゾン航空の拠点空港の一つである。また、ジェネラルアビエーション空港も兼ねており、定期便のほか チャーター便や自家用機なども発着する。アメリカ合衆国外からのチャーター便や自家用機などは着陸に先立ってアメリカ合衆国税関国境警備局の許可を受けなければならない。軍民両用の空港であり、間北軍周辺の軍用機も発着する。さらに、同空港はボイシに本拠を置き、主に山火事に対処する。 アメリカ合衆国総合防火センターの消火活動における拠点ともなっている。空港の運営には、ボイシ市の航空、公共交通局が当たっている。1926年、現在ボイシ州立大学のキャンパスになっている、砂利層の上に、ボイシ最初の市営空港が作られた。同年4月6日には、ボイシに、航空郵便専門の航空会社として、 バーニー航空が設立され、4月26日には、同社の航空機が初めて、ボイシの空港から飛び立った。バーニー航空は、拡大を続け、1933年には、同社は、ボイシ以外にも、業務拠点を置くようになった。やがて、バーニー航空は、ナショナル航空交通と合併し、ユナイテッド航空となった。また、1927年9月4日には、 チャールズ・リンドバーグのスピリット・オブ・セント・ルイス号がこの空港に寄港した。現在のボイシ空港は1936年に作られたものである。この頃からボイシ市当局は空港建設のために用地の買収、借用を進めていった。1938年時点ではボイシ空港の8800フィート滑走路は全米一の長さであった。 翌1939年には、バーニー航空の鋼鉄作りハンガーが新空港に移された。時代が下り、航空機の大型化が進むにつれてこのハンガーが手狭になってくると、旅客ターミナルに改装された。この旅客ターミナルは、2004年に新ターミナルが完成するまで使用された。第二次世界大戦中は、空港はアメリカ陸軍航空隊に借り上げられ、 B-17 爆撃機や B-24 爆撃機の飛行士の訓練基地として使われた。戦争期間中にこの空港に駐留した兵士の数は6000人以上に上った。1941年6月23日には、地元ボイシ郊外のコールドウェル出身で、ウェストポイントの陸軍士官学校を9番目の成績で卒業した将ポールゴーウン注意にちなんで、 ゴーエンフィールドと名付けられた。ゴーエンは1938年7月にマーチン B-10 爆撃機を操縦中、パナマで事故死した。2機あるエンジンのうち、右側のエンジンがパナマシティ近郊のアルブルックフィールドを離陸して、直後に故障したことが事故の原因であった。しかし、ナビゲーターとラジオオペレーターは火傷は負ったものの、生存した。 第二次世界大戦が終結すると、空港は陸軍航空隊から市に返還された。その後、現在に至るまで、間北軍周兵が空港の一部を借用しており、ボイシ空港は軍民療養の空港となっている。ボイシ空港は約5000エーカーの敷地に2本の滑走路を有する。また、空港内には小規模なメンテナンスや修理を行う。 設備もある。ゴーエンフィールドに中期中の C-130、ハーキュリーズ輸送機ボイシ空港に発着する、航空機の数は1日平均474機で、そのうちの23%が商用、9%が軍用である。2005年には、ボイシ空港の年間利用客数は300万人を超えた。ボイシ空港の警備には25名の警官と、 パートタイムのアシスタントを抱える独自の警察組織が当たっている。また、同警察は爆発物処理のために警察犬5匹を有している。ゴーエンフィールドと呼んだ場合、通常は滑走路の南側に連なる空軍州兵、陸軍州兵、アメリカ合衆国陸軍、アメリカ海軍、アメリカ海兵隊の各施設を指す。ゴーエンフィールドは、間北軍州兵の 第124飛行連隊の本拠地である。ゴーエンフィールドには A-10 攻撃機、及び C-130 輸送機が配備されている。アイダホ州の州都、最大都市であり、急成長を遂げているボイシをカバーする空港である。ボイシ空港には、主要航空会社のハブ空港からの便をはじめとする、定期便が相当数ある。 これらの定期便に加え、何社かのチャーター便も、ボイシュから飛んでいる。ありがとうございます。